あのブチャラティ、カビが生えなかったんだ。下に飛び降りたのによ。俺あの位置で攻撃を食らうなんて絶対にありえなかったんだ。あいつの体カビらねえんだぜ。これって何なんだよ。見当もつかない。今俺てっきりよ、お前が下に落ちちまったとばかり焦ったぜブチャラティ。ジッパーで壁にへばりついたのか。間一髪か。どこもカビにはやられなかったのか。ミスター、少し休んで。傷穴は埋めたけど今動くと出血する。尾行してくる車は僕が見張ります。ああ。ブチャラティ、その手首、怪我したんですか？見せてください。聞いてますか、ブチャラティ。もしカビにやられているなら危険だ。見せてください。な、これは、バカな。この皮膚の冷たさは、脈が。ジョルノ、今何か俺に言ったか。よく聞こえなかった。これは一体、バカな、まさかそんな。そうだ、同じことが前にもあった。あの時は気のせいと思っていたが、ベネチアを脱出する時、怪我をしていたのか。もうあまり時間がなくなってきたな。だんだん皮膚の感覚が、いや最初からすでになかったのかもしれないが。バカな、まさかあの時ベネツィアでボスからトリッシュを救出した時、ブチャラティ、あの時まさか。不思議だな。これは運命と俺は受け取ったよ。天がちょっぴりだけ許してくれた偶然の運命だったな。ベネツィアでお前が俺の負傷を治してくれた時、お前がくれた生命エネルギーはもう少しだけ動くことを許してくれたようだ。なぜ黙っていたんだ。あの時僕のゴールドエクスペリエンスは負傷を完全に治したんだ。その今の衣装だって元に戻れる方法が何かあったはずだ。ジョルノ、それについてはお前のゴールドエクスペリエンス自身が誰よりもよく知っていることだな。終わったものはどうすることもできないってな。俺の命はあの時すでに終わっていたんだ。黙っててくれるな、みんなには。バカな、そんなバカなブチャラティ。あんたは静かに。ジョルノ、聞け。